よーし5人揃ったからにはパーッと部活で盛り上がろうじゃないの望むところだよねっさとこちゃん今日は特別にさとこが好きなゲームなんでも選んでいいよブレイ行ってみ行ってみーありがたいですけどお気持ちだけで結構ですわちょっとさとこ敵前逃亡は罰ゲームで えーと快速台何条だっけやめなよみーちゃん無理強いはよくないよ別に私は本当にお気持ちだけで嬉しいんですのよそれではいろいろしなければいけないことがありますのでさとこなあ俺たちは仲間だそうだろみんなうんリカちゃん もう話してくれてもいいんじゃないかみ何があったんだリカちゃんリカちゃんお願い昨日買い物に行った里子が日が暮れても帰ってこなかったのです